はい、時刻はですね、令和っていうか2023年11月18日9時58分ですところで朝ですね、土曜の朝です。おはようございます。で普通に今日はもつ焼き作っていきます。はい、もつ焼きの前にね、お茶、緑茶、お茶を入れていきます。こういうお茶が美味しいですね。美味しいなと思うようになりました。市販のね、もうお茶はすぐ飲めていいんですけど、これはこれで、ちょっと足らなかったわ。ちなみにこのケースは僕が前の会社を退職するときに、この社員の人たちが買ってくれた萩焼きの急須ですね。なんか辞めるっていうことが僕は分かったときに、みんながじゃあお昼ご飯食べ行こうみたいなのにある日、行って、まあいつもお昼ご飯はね、他の社員の人食べ行ってたんですけど、なぜかその日は、いつもよりね、たくさん人がいて、こういう日もあるんだ、みたいな。で、なんかね、僕が好きなものとかね、いろいろ聞いてくるんですよ。で、僕はね、その時何にも持ってなくて、なんか鍵焼きの、なんか茶碗とか最近買ったんですよね、とかね、鍵焼き結構好きですよね、とか、その時買った鍵焼きの、茶碗、これ、茶碗というか、茶碗ですかね、うん。これお茶飲んだりするんですけど、そしたらなんか退職するときにプレゼントっつって、なんか萩焼きの急須を買ってきてくれてたんですよね。でそれをなってですね、もうね6年以上前のぐらいの話なんですけど、最近使い始めたって感じですね。まさか急須ってね思わなくて、あんまり自分でお茶入れたことなかったんですけど、はい、ちょっといろいろ準備していきます。野菜で結構十分あるんですけど、まあいっか。にパクチーがいっぱい入ってるんですよ。パクチー取ってきてもいいな。ちょっとパクチーとかちょっと庭の野菜をちょっと取ってきます。
はい、パクチー取っても取ってもね、いっぱい入ってくれて、こいつはラッパーって今こんな香りがすごい。はい、焼きましょう、とりあえず。とりあえずやってみましょう、フライパンで。これでまあ取れるかなと思います、これ、こう。こうしとけば。あれが、あれ、あれが。明太子あるぞ。明太子もつ焼きにしますか。跳ねてる跳ねてる、熱い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 。火ついてねえ。火が消えてた、なんかなぜか。安全装置か。てるから入れましょう。
牛肉。生姜。やっぱ生姜入れるとね、生姜のスパイシーな感じが出てきてるね。はい、あれも入れていきますか。パクチーも、パクチーも入れていこう。あった。日本酒もちょっと入れるか。日本酒飲むついでに。一人だとね、日本酒が全然なくならないんですよ。何でも使える。つゆを入れます。あと何か入れていいものがあるか。
ちょっと一足移動です。戻してこい。はい、メインディッシュを全然まだ食べてない。ちょうどパクチーのとこ食べたせいか
パクチーがめちゃくちゃ主張してきますね。うん。うんうん。焼けてますね。うん。うんうん。うまいうまい。明太。うんうん。明太うまいわ。うん。お、明太。うん。明太うまっ。明太って何でも合いますね。むしろあのホタテが今日安く売ってたら明太パスタ作ってもいいかもしれないです。うん。はい、という感じです。今日も美味しかったです。